シングルス準々決勝、まず石川のサービスで始まります。石川打っていきましたがアウトです。ユイが2連続ポイントです。ミドルにサーブを打ってきました。巻き込みサーブをすごく得意としているんですが、回転がちょっと分かりにくいので、うん、石川選手バックハンド打ち合いは石川です。フォアも強打でいきました。コイが4ポイントリード。ここもネットに当たってアウトです。必要があると思います。フォアにレシーブを打っていきましたがアウト。やはりこう狙っていこうとしているので若干穴があるかもしれません。石川バックハンドのフォアストレートの打ち合い、ロングサーブ、横へのバックハンドがアウト。またチキータに行きましたが、ここと回り込んでフォア、石川の今のサーブはハンド待ちであそこから出したと思います。3ポイントリードになりましたが、ここが石川のポイント。1点差、9対8。バックハンドがアウト。9です。フォア回り込んで打っていった。ネットに石川が同点に追いつきます。強打打ち、ネットイン、石川が第1ゲームを取りました。あります。3球目攻めていきました。フォア側から打ちます。これも打って3球目バックハンドの右利きだと3時の部分を擦るイメージなんですね、はい、で横上になると今度は2時のどこまで勢いを持っていけるか。5連続ポイント点を出しました。今まで出してないサービスです。浮いた。攻められることを前提でブロックを1本してからの攻めに変えるか、どっちかにしなくてもいいですね。石川の攻め、横井の バックの打ち合いは横井。初めの入り方でベンチコーチにどういうアドバイスをもらったかっていうのがより、そうですね、甘いボールやちょっと強くいけないボール、そういったものはバックに。長い3球目攻撃、効果がじわじわと浸透していくのですごくいいサービスだったと思います。横井のサーブのいいボールでした。横井が振ろうとしましたが、どうしても頭がチキータになってしまってますね。打ち合いも石川です。レシーブは対応しまできてると思います。フォアのレシーブ早い展開でしたっていうのがあるので、多分石川選手も帰ってきたというふうに思ってると思います。チキータ狙っていきました。レシーブに対して改めた方がいいと思います。バックハンドで振りました。エッジに当たり、フナがのサーブでしたが短かったので、そこで調整がちょっとミスしてしまいましたね。また石川のボールがありました。石川のサーブのポイント、早いサーブ、
フォア側にロングサーブを打った後にもしっかりと攻める姿勢を見たいです。そしてフォア側の浮いたレシーブを打っていきましたね。フォアでレシーブをし方で戦えればチャンスがあると思います。ここはチキータバックの強打横井です。出ましたね。3球目4-1横井フォア側へ。これは石川のポイント。あまり良くなかったです。バック側のサーブです。サーブでのポイント横井ファイボーいます。石川のポイントです。を変えたり石川選手のスピードの中で戦わないことが大事なのかなって思います。もう打っていきます。石川フォアでのレシーブ、こうなると石川のポイント。サーブを出すか横井、これもフォア側、ただミスを誘いました。フォアの打ち合い、石川のポイントです。とは石川フォア側でのレシーブ、チャンスボール、つなぐ横井、セーラーアウト、横井が取りました。表情です。横井のフォアハンド、アウトになりました。石川このゲームもここも早い展開でした。早いです、ね、チキータレシーブ横井の、こうして横回転をかけて返すレシーブなんですが、先ほどまでちょっと迷いが出ていてこうミスをしていた。取られた後の第2ゲームもその勢いで取りました。横井バックの打ち合い、横井の得意のバックいるんですね。なので横井選手もしかしたら先ほどよりも思い切ったプレーがね。石川選手フォアでのレシーブ、石川少し浮きました。石川のバックハンド、この石川です。バック側のサーブ、ネットにかかりました。横井さくら横井サーブ、前のボール前後に少し揺さぶられて決めていく、いいパターンです。石川のポイント、バックハンド、フォアに強力なボールが来ました。石川にかかった石川、石川佳純が準決勝進出を決めました。